じゃあ本日は、目の疲れとか目の周りのクマ、目の下のクマを改善するような手技をご紹介します。クリームを使いますね。こちらはオプションのプラス500円でお出ししている弱性器深部マッサージクリームで、全身に使えるパウダーインのクリームですね。使い心地がいいというので、パウダーインになっているので塗るつきやベタつきが残らずに、伸びがよく使えるようになっています。それでは始めますね。まず手のひらをよくこすり合わせて温めます。温めた手で目の上にこのように少し手をくぼませて、眼球に当たらないようにして目の上に手をあてがって静止させます。これで目を休息させますね。休ませます。次に四肢でこめかみをサークリングですね。このように額側の方に引き上げるように回します。このこめかみには太陽というツボがありますので、を中心に四肢でサークリングを行います。押す場合には10秒程度長めに押していきます。それを3回から5回繰り返します。ないですか？はい。次は、目の下を親指でサークリングしますね。目頭から目尻の方に向かって、この目の下のくぼみのところを軽い力で指先を回して、皮膚をこすらないようにしてサークリングします。で、目の周りの筋肉を血行を良くして目の疲れを取ったり、クマを改善します。次にスクイージングを行います。眉を人差し指と親指で挟むようにして、眉頭から眉尻の方まで ここもコンタクトレンズを入れてる方は目の周りは、できませんので、コンタクトレンズを外してから行ってください。これも緊張をとって
目を元気にします。それからここを、ここが疲れ目のツボになりますので、グッとちょっと押し込むようにして、額の方に向かって押し上げるように押します。きつくないですか？はい、はい、それから眉を、眉の上ですね、額を頭頂に向かって流します。モデルさん、クリームの感触どうですか？すごいサラサラしてて気持ちいいです。そうですね、あのワセリンはちょっとベタつきやぬるつきがあったんですけど、少量でも伸びが良くてサラサラしてるので、やってる側も受けてる側も、肌のストレスがないですね。指先で軽く叩いていきますね。パッティングですね。非常に軽い力で行います。最後にもう一度レスティングをします。なんでこれがしたいの？苦しいし、やめて、マメちゃん。以上になりますね。お顔やっぱりちょっと目の周りのクマが薄くなってますね。感覚どうですか？あ、なんか保湿された感じがします。すごい、はい、目の周りがやっぱりちょっと、目の下が結構黒ずみがあったんですけど、はい、少し取れてますね。ありがとうございます。はい、いえいえ、ありがとうございます。